橋本です。よろしくお願いします。先ほどね、人参から宇宙への、赤嶺勝人さんの話をちょっと紹介したんですが、ちょっと追伸です。実は、この私がその地球村の、栗本にしょっちゅう行ってた時に、一度だけ、まあ、赤嶺さんは必ず年に1回、3泊4日ぐらいでこの栗本に来て講演会をいつもしてくれてるんですけれど、僕は1回だけそのタイミングに会うことがあって、赤嶺さんの、お話を聞くことができました。でこの赤嶺さんももう要はもうはっきり言って宇宙人でした。宇宙人、うん、だから畑で覚醒しちゃうの、うん、でね、あの農作業してるとね、あの一人で黙々とやるんで一種のね瞑想状態なんです。瞑想状態だから、あの黙々と淡々と一つの作業にずっと集中するからね、突然のごとくねこうひらめいたりこう覚醒ってねよくしちゃう。だから農家さんってねすごくあのなんだろう、あの目覚めちゃう人、覚醒しちゃう人って、ね、非常に多いんです。ただ昔のことだからそういうことがあってもそれを表現する、みんなに伝える、そういったことがただできなかった。あと、20年前の時でさえもうこういうあの宇宙の話をするとか神様の話をすると頭がおかしいだとかさ、どっかの宗教じゃねえのかとかさ、まあ、そんな風にしてねもうすぐあしらわれてた。それが、まあ、この2、3年で一気にね、あのこういう宇宙の話ができるようになったんで、今はもう普通にみんなにこう話ができる、そんな感じでした。でその赤嶺さんのその話を聞いた時ももうね今と同じこと言ってました、うん、全て一緒。もう神様というか宇宙という存在がいて、そこには一つの大きなルールがあって、そして、そのルールに沿って生きていかないと人間は不幸になるということを悟る。じゃあその赤嶺さんどうだったかっていうと、2人の息子さんがいるんだけどね、2人とも交通事故だかなんかでね、死なしちゃう、うん、そして自分自身もねなんかね農作業中に大きな怪我をしちゃったとかね、とにかくね、あのなんていうかな、あのこう壮絶な人生をねこの歩んでるんだよね。もう真似できない、同じことやりたくないっていうぐらい、っていうような、そういうその悲しみはね実はね味わってるんですよ。そしてあの、うん、なんでね僕だけこんなね辛い思いしなきゃいけないんだ、なんでねせっかくいただいた大事な子供をね失わなきゃいけないんだとかさ、まあ、そんなことを考える日々がずっと続くんだよね。そういう中にあって、じゃあ本物の農業をやろうっつって安心安全なものを作ろうって言って作ったのが人参だったので、最初試行錯誤して無農薬の無肥料の人参を作るのかでできないし、やっとできたと思っても規格外でね全然ダメだったりとかして、もう本当にね辛い何年間をねこう過ごすんですよ。でもある時に神様がドーンと降りてきて宇宙の真理を全部教えてくれるっていう、これがまた壮大な話だったんだよね。そういう話を今からその栗本にいる時だから17、8年前から、うん、地球村の食堂で、あれ食堂だったかな、夏だったから外だったかな、なんか椅子かなんか広げて おテント様があって、なんかこうお茶かなんかして日向ぼっこしながら聞いたか、まあ、どっちかな、まあ、いろいろそういう両方やったからね、うん、まあ、そんな感じでした。でその後を引き継いだのがその地球村の佐藤さんだったんだけど、もう全く世界観一緒だった。だからもう当時からね赤嶺さんも佐藤さんも UFO とかも見てたし、宇宙人の存在も知ってたし、プレアデスだのさ、そういう固有名詞まで飛び出すようなそんなお話もいっぱいしてた、うん、で実際に赤嶺さんのところも多分今でもファームっていうことで、農場の横に小さあのレストランかなんか作って、そこで野菜の直売し、
取りたての人参をジュースにして飲んでもらったり、なんかいろいろやってると思う。うん、僕はそっちもう熊本まで、熊本だったと思うんだよな、もう交通費もかけて休みも取っていくなんて、そんな経済的余裕がなかったから、僕は行ってない、うん、動画で見たけどね、ビデオカメラで撮ったのを試写会みたいにして映してくれたから、そういうので見たのを覚えてる。今はもう YouTube 発達してるから簡単に見れると思います。まあそういったことで、赤嶺克仁さん、人参から宇宙へ、この人が、農家さんでありながら、目覚め覚醒した、アセンションした人、もう亡くなりました。そして、その後を引き継いだのが、栗本の佐藤さんで、佐藤さんも60代で亡くなりました。で、一つここで言っておきたいのは、私の師匠である小林正観さんも63歳で亡くなった。それから、成田の、神崎町っていうところで完全な無農薬無肥料で作ったお酒作りで成功した寺田本家さんってある、そこの、先代一個前の当主寺田恵佐さんっていう人に僕は宇宙の話いっぱい聞いたんだけど、この人も63歳で短命で亡くなった。それから、栗本の佐藤さん、この人も完全に宇宙の法則全部バーンって分かって、そしてその形として農業をやった、この佐藤さんも、短命で亡くなった。それから、その赤嶺さんも同じように短命で亡くなった、ね、でそれ以外に宗教家として私が尊敬していたのが、高橋真嗣さんっていう素晴らしい霊能者がいたんだけど、実際に私は会ってない、ビデオとか本でしか会ってないんだけど、この人なんかはなんと48歳で亡くなってる、うんね、で何が僕は言いたいかっていうと、これ全員のこと言ってるわけじゃないよ。要するに目覚め覚醒してね、本当に悟りの境地、ね、菩薩下座の境地、うん、それからアセンションした超高波動の領域に、魂が到達をしたような人たちの人たち の, 全部じゃないよ。でも短命の人が多いってこと、それは今世のお役目が終わってまた来世、次また生まれ変わって次のステージでまたそういうそのメッセンジャーとして生まれ変わるっていう、そういう方々だから。だからその早く亡くなることが不幸でね、長生きするから幸せって、そういう概念は宇宙にはないからね。まあ、そういったことで、人参から宇宙へ、赤嶺克仁さんのお話を通して、アセンションの話させていただきました。ありがとうございます。